アンチアーテッドシリーズアンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスアンチャーテッド砂漠に眠るアトランティスはノーティードッグが開発しソニーコンピュータエンタテインメントより2011年11月2日に発売されたアンチャーテッドシリーズ第3弾となるプレイステーション3およびプレイステーション4専用アクションアドベンチャーゲーム略称はアンチャ3と UC 3 2009年度、エジャス・ゲーム・オブ・ザ・イヤーなど、数々のアワードを受賞して、世界的に大ヒットとなった、黄金刀と消えた戦断の続編。初公表されたのは2010年12月9日の、エンターテインメント・ウィークリーにて掲載された時であった。アメリカでは、発売前から高い人気度を得ており、ファーストフードチェーンのサブウェイとのコラボキャンペーンや、 ケーブルテレビ局の本作をモチーフとしたテレビ番組の放送などが行われた。6月7日の E3 でのソニーカンファレンスでは初めてゲームプレイが披露され、6月28日から2週間にかけて北米で実施されたマルチプレイヤーオープンベータテストがは150万人以上が参加した。日本でのテレビ CM ではハリソン・フォードが出演し吹き替えの声優として 夏木マリが参加している。9月に開催された東京ゲームショー2011ではソニーブースに本作の私有代が置かれマルチプレイヤーモードの魅力を伝えた。初日での世界出荷数は380万本を超えるミリオンセラーでありアメリカのゲーム関連情報サイトイグノの評価では10点満点を叩き出している。メトクリティックとゲームランキングスで それぞれ平均92%と91.76%の評価を得ており2011年発売で最も評価の高いゲームの一つである2016年5月には続編のアンチャーテッド海賊王と最後の秘宝が発売されたシングルプレイモードでプレイヤーが操るのは海洋冒険家フランシス・ドレイクの子孫を自負するプロのトレジャーハンター ネイサンドレイク。ネイトは、相棒サリーと共に、幻の古代都市、砂漠のアトランティスを探しに、世界中を飛び回る冒険に出る。古代都市に隠された秘密を解明するうちにネイトは、歴史の闇に潜んできた秘密結社と対峙することになってしまう。ゲームは主に探検や銃撃戦、謎解きで構成されており、シリーズ最大の特徴は、プレイする映画を、 キャッチコピーとするゲームとシームレスに展開する映画のような演出とストーリーである。本作では20年前の少年時代のネートが登場しサリーとの出会いに触れられる。物語はロンドンのバーでのある秘密結社との交渉の食い違いから始まりその秘密結社を追う,ううちにネートが長年追い求めてきた真実の手がかりとなるものを見つける。 宝探しの冒険に出ることを決意するネートとその仲間は想像もしなかった過酷で危険な体験をすることとなってしまう。マルチプレイではインターネットを介した最大10人までのオンライン対戦が可能である。オンライン対戦専用のステージではプレイヤーが2チームに分かれて偶像を奪い合う宝探しや制限時間内のキル数を競う。 デスマッチなどの多彩なルールで対戦できる。また、最大3人での敵の攻撃に耐えるサバイバルやオリジナルマップを攻略するミニミッションなどの協力プレイも楽しめる。またオフラインの画面分割で協力プレイができる。そして、ボイスチャットを利用した他のプレイヤーとのコミュニケーションやフレンド同士でのパーティー結成なども可能。このか。 オンライン対戦時に使用するキャラクターの選択やゲームで獲得したポイントで入手できるスキルなども用意されている本シリーズのシステムは 3D アクションと TPS の要素を組み合わせたものでありジャンプ、泳ぐ、掴む、登る、飛び越しる、ロープを使うなどのアクションを駆使して進めていくステージには武装した敵兵がおり 銃撃戦やステルスキル等で倒すことができる。武器の種類は豊富であるが、一度に持つことができるのは、ピストル一つトライフル一つ、グレネード四つだけである。これらの武器は、あらかじめマップに置いてあるものを拾ったり、倒した敵が落とした武器を拾うことによって、補充することができる。アイテムはほとんど存在せず、武器なども落ちているものを拾うので購入する必要も、ない。 本作も、ベースのノーティードッグが開発を担当している。前作、黄金刀と消えた戦乱の世界的大ヒットが、本作を開発するきっかけだという。本シリーズの大きな魅力であるリアルなグラフィックは、ノーティードッグ独自開発のエンジンが実現している。また、開発には、モーションキャプチャー技術が活用されており、体の動きや顔の表現など、 キャラクターにリアルで自然な動きが生み出されている。主人公、ネイサンド・ドレークは、自身が先祖と自負する、海洋冒険家、フランシス・ドレークも探した、莫大な富が眠っているとされる幻の古代都市、砂漠のアトランティスを求め、相棒のサリーと共に、再び世界中を飛び回る冒険へと飛び立つ。その旅を阻むのは、 秘密結社を率いる冷酷な指導者、マーローとその側近、タルボット。ネートたちは、砂漠のアトランティスの秘密をめぐり、一大組織と戦うことになってしまう。そして、古代都市に隠された秘密を解明したとき、ネートはこれまでない危険に直面し、彼自身の持つ力のすべてを試されることになる。アンチ・アーテッドシリーズでは、 意図的に名称を変更した上で実在する、足したような武器が登場する。マルチプレイヤーモードは協力プレイとオンライン対戦の2種がある。協力プレイのモードでは3人のプレイヤーが協力し合いながら出現する、敵等を倒す。対戦型のモードでは10人のプレイヤーが2チームに分かれ、お互いに対戦する。相手に倒されると数秒後に復活でき。 相手を倒していくと、ポイントを獲得し、ランクが、レベルアップする。レベルアップすることで、武器強化、ブースターとメダルキックバック、キャラクタースキンや、ジェスチャーなどを解除していくことができる。今作のより洗練された、マルチプレイヤーモードでは、ダッシュができるようになり、照準として、構えてなくても常に、画面の中心に白い点が表示されるようになったり、 マップ上の武器に近づくだけで弾薬の補充ができたりと、システムのあらゆる細かい点が、マルチプレイ専用の作りに適用された。画面分割もできるようになり、二人でオンラインに参加できるのに加え、オフラインでも、協力型のマルチプレイができる。従来のブースターの他に、メダルキックバックも、新たに搭載。ゲームモードとしては、3チームデスマッチ、バトルロワイヤル。 ハンターアリーナなどが新しく搭載された。また、カスタムキャラクターも選べるようになり、帽子から靴の種類、肌色や声までカスタマイズが可能である。マッチメイク中など、プレイヤーが暇な時に飽きないための工夫として、メニュー画面右下には、アンチャーテッド TV と呼ばれる、ビデオボックスも登場した。コミュニティより配信される、YouTube 動画が再生される。マッチメイキングでは、 PSN のフレンドだけではなく Facebook のフレンドともパーティーを組むことができる。シネマでは過去のマッチを動画撮影して、それを YouTube を介してコミュニティと共有できる。宝探し、チーム目標マッチのトレジャーハンターや協力プレイサバイバルのゴールデンラッシュ、ハンターアリーナの主な目的として出される。偶像とは、 高さ50センチメートル程度の黄金でできた像のことである。マップ中に置いてある偶像をボタンで拾って指定された宝箱まで運ぶのだが、偶像を運んでいる最中は移動速度が下がり、ピストル以外の武器が使えなくなる。グレネードやガスボンベと同じように投げることが可能である。大きい段差から下がったり、ジャンプ、回避などのアクションを取ると手放してしまう。 チーム目標マッチの独占、マスターバトル、テリトリーや協力プレイサバイバルのサバイバトリーの主な目的として出される。テリトリーとはマップ中に出現する幅10メートル程度の四角形の白い枠が囲むエリアのことである。プレイヤーが指定されたテリトリーの中に入ると枠の色が緑に変化し、テリトリーを確保している状態になり、 その時のみ、キル数がカウントされたり、確保している時間がカウントされる。オンライン対戦基本は5人、対5人の対戦プレイ。プレイヤーはヒーローもしくはアウトローのいずれかのチームに、加わり、与えられた目標を達成しながら、相手チームのプレイヤーを倒していく。制限時間やゴールの得点は、カスタムゲームメニューで変更可能。 相手チームのプレイヤーを倒していく最もオーソドックスなゲームモード。先にキル数が50位に到達したチームもしくは制限時間終了時にキル数がより多かったチームの勝利となる。制限時間4分で以下からランダムに与えられた目的を相手チームより先に達成しラウンド中3ラウンドを選手したチームもしくは制限時間終了時に得点が より多かったチームの勝利となる。相手チームのプレイヤーを倒しながら、偶像を自分たちのチームの宝箱まで運ぶ。宝箱まで運んだチームには、得点が入る。決められた、時間内に、最も得点の高いチーム、もしくは先に得点が後に到達したチームの勝利となる。すべてのプレイヤーが敵となる8人のデズマッチ。制限時間終了時に、キル数が、 最も多かった、プレイヤーもしくは先に、キル数が15に到達したプレイヤーの勝利となる。6人のプレイヤーが3チームに分かるデズマッチ。2つの敵チームのプレイヤーを倒していく。制限時間終了時に、キル数が、より多かった、チームもしくは先に、キル数が50に到達したチームの勝利となる。チームデスマッチと同じルールだが、 ブースターとメダルキックバックが使えない、プレイヤーの実力が試される、ゲームモード。オンラインアップデート2.10にて追加されたモード。相手チームを全滅させることが目標。目標を達成すると得点が入り、先に3ポイント獲得したチームの勝ち。死亡した場合はどちらかが全滅するまで復活できない。サバイバルマッチ同様。 オンラインアップデート2.10で追加された。オンラインサービス側が決めたルールに従ってプレイする、モード。例としては、標準装備が、ピストルと、T、ボルトスナイパーのみなど。協力プレイにもしくは3人のプレイヤーが、お互いに協力し合いながら出現する敵の波に、耐え抜く。敵にやられると仲間に救助を求めることができる。3人の協力モード。 出現してくる敵のウェーブを倒しながら、ランダムに与えられる目的を達成する。目的を達成すると、ラウンドクリアとなる。全部銃でラウンドあり、すべてクリアすると、勝利となる。以下の目的が与えられる。対戦型のモードと同じマップを使うが、マップ、滑走路などで見られるような、イントロはなく、中には使えないマップもある。 タンムービーが入る3人の協力モード。ステージに出現してくる敵を倒しながら与えられる、目的を達成する。目的を達成すると、チェックポイントとなり、すべてのプレイヤーが指定された地点に集まると、先のステージ進む。最後のステージをクリアすると勝利となる。マップは、ボルネオ、ロンドン地下、修道院、シリア、空港の5つがあり、その順に、 宝の石像を探索するというストーリーの時、系列という設定で並んでいるが、プレイするマップは順番と関係なく、ランダムに選ばれる。操作キャラクターは各マップごとに決まっており、カスタムキャラクターなどは使用不可。協力プレイ用追加シナリオ一致を購入すると、過去の作品に敵キャラクター、ラザレビッチ、フリン、エディが主役のマップ、 鳥でもプレイできるようになる。二人、対二人の対戦型協力モード。プレイヤーは交互にヒーローもしくはアウトローのいずれかのチームに入り、目的を達成する。ヒーローチームに当たった二人のプレイヤーは、協力して、相手チームのプレイヤー入り混じった敵を倒しながら、制限時間内にできるだけ多くの偶像を指定の宝箱まで運び得点を得る。アウトローチームに当たった。 プレイヤー二人は指定の武器を使って偶像を運んでいるヒーローチームのプレイヤーを倒し相手がチーム得点を得ることを阻止しようとする。両チームのプレイヤーが倒れても20秒後に相棒の近くで復活できる。制限時間が終了するとラウンド終了となりチームが入れ替わる。ラウンド4まで最も得点の得たチームの勝利となる。1 追加マップパック1をダウンロードすることで使用可能。2、追加マップパック2をダウンロードすることで使用可能。3、追加マップパック3をダウンロードすることで使用可能。4、アップデートで追加後、協力プレイ用追加シナリオ1を購入することで、プレイ可能ブースターは、キャラクターの能力を強化するスキルで、最大で2つ選べる。例えば、回復時間が短くなったり、 偶像を運ぶスピードが速くなるものなどがある。メダルキックバックは、マッチ中に獲得したメダルが一定の数に到達する、際に発動できるようになる特別スキルである。ブースターとは違って、時間制限がある一方、とても役に立つものが多い。中には特に制限時間がなく、瞬時に特定の武器を得るだけのものもある。例えば、瞬時にスナイパーライフルを得たり、 短時間の間雲の大群に変身したりするものなどがある。ブースターとメダルキックバック両方とも対戦型用と協力プレイ用とで様々なものがあり、レベルが上がるにつれ徐々に解除されてゆき、カスタマイズ画面でその中から好きなものを選べる。なお、ハードコアマッチではいずれも無効となる。 ハードコア以外の対戦型のゲームモードで負けているチームの挽回のチャンスとなるように一時的に有利となるような特別ルールが発動するシステム。発動中の間、勝っているチームは不利になるが、その代わりに相手チームのプレイヤー倒すたびに2倍の通貨を獲得できる。特別ルールはチームの得点差に応じて以下からランダムに適用される。 得点が勝っていたチームを上回るか有効時間が経過するとパワープレイは終了する。コミュニティメニュー内にあるシネマでは協力プレイ以外のマッチの映像情報が自動的に記録される。なお、ファイルは最後の20マッチのみ保存され古い順から削除されていく。残しておきたいものは保護を選択することで保管できる。 これは、いわゆる映像を録画するものではなく、対戦中のプレイヤーの位置情報や動作などをすべて記録するものであるため、保存されたマッチは、好きなプレイヤーの視点に合わせて、再生可能となる。また、コントローラーを使って、視点を自由に動かすことも可能。この、シネマの機能を使って、前作と同様に、上級プレイヤーの動きを確認したり、静止画を撮影できる。 なお、今作では、照明や色合いなどを変えて、動画の撮影も行えるようになった。撮影した動画は、直接 YouTube に投稿でき、コミュニティメニューで公開される。6月28日から7月14日の間、アメリカを含む一部の地域で、マルチプレイヤーオープンベータテストが実施された。その一部の地域の PlayStation s で配信された、体験版をダウンロードして、 システムに異常がないかを確認し、ノーティードッグのウェブサイトでアンケートを取った。日本では配信されなかったが、アメリカのアカウントを通してダウンロードして、プレイすることができた。ノーティードッグの CEO であるクリストフ・バレストラのツイートによると、北米でテストの参加者数が150万人を超えたという。人本作の発売と同時に追加コンテンツ第1弾として、 マルテープレイオースキンがプレイステーションストアで配信開始された。前のシリーズで登場したキャラクターなどの12体のヒーローキャラクターと14体のアウトローキャラクター計26種類のスキンが別々で販売される。各販売価格は50円。発売から15日後には新たなマルチプレイオースキンとしてキルゾン3に登場するヘルガスト兵の一種である。 キルゾーン・トゥルーパー一体が追加された。販売価格は100円で、通常のスキンの2倍。以前、前作、UC2 にも、別の種類のヘルガスト兵士が登場する追加パックが、配信されていたことがある。発売から約1年経った時には、ストーリーに登場した悪役たちのスキンを収録した、パック2つと、肥満体系のサリー、カッター、サリーム、ラムセス。 エディを収録したパック一つが配信された。販売価格は各パック280円。マルチプレイ用マップ、ゴンパ、シャングリラ、警告、鳥出の4つがセットになったパック。追加されるマップは、アンチャーテッド黄金島と消えた戦乱に登場したマップを収録している。建物は元のもののままであるが環境と外見が大きく変わっている。 販売価格は1000円だったが、パッチに2.16で無料化された。マルチプレイ用マップ、広場、寺院、山間の村、自己車両の4つがセットになったパック。こちらのマップもアンチャーテッド黄金島と消えた戦乱に登場したマップを収録している。環境の外見が大きく変わっている。販売価格は1000円だったが、パッチに2.16で無料化された。 マルチプレイ用マップ、旧市街、オアシス、ロンドン路地、船の墓場の4つがセットになったパック。こちらのマップは、これまでのマップパック1、2とは異なり、本作特有のマップを収録している。販売価格は1000円だったが、パッチ2.16で無料化された。マルチプレイの協力ミニミッション追加シナリオ。チャプター名は、プレリュードトリで。 過去の作品に登場した敵キャラクター、ラザレビッチ、フリン、エッディを操る。販売価格は600円。マルチプレイの協力ミニミッション追加モード。仲間と協力して、押し寄せる敵のシェードを倒して生き延びる、高難易度のウェーブ形式サバイバルゲーム。合計8ラウンドを生き残ると、クリアとなり、比較的多くのポイントを入手できる。販売価格は600円。 日本向けのローカライズは、プレイステーションビータ専用ソフト、アンチャーテッド地図巻冒険の始まりと、ほぼ同時進行で行われ、共同作業で進められた。二人のプロデューサーが担当する珍しいケースで、話によると、本作は、スにとって、非常に期待値が高い作品であったという。また、以前のタイトルに比べて、セリフのバリエーションがかなり増え、他のゲームに比べて、 音声素材が多いとのこと。国内での PR 戦略として、ハリソン・フォードを起用した企画が立ち上げられ、テレビ CM をはじめ、渋谷、新宿、池袋、新橋、秋葉原、東京などの東京と大阪の主要駅にて、本作の広告キャンペーンが展開されるなど、国内における広告活動への注力が目立った。また、amazon.co.jp, Geo, セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル系サンクスとタッグを組んだ店舗特典も行われた。スジャパンは、インディ・ジョーンズなどのアクションアドベンチャー映画の主人公として有名なハリソン・フォードを起用したテレビ CM を10月22日より、全国で順次放映開始した。本 CM は大画面を目の前に砂漠に眠るアトランティスに夢中になる、ハリソン・フォードが、 その冒険ストーリーに思わず嫉妬してしまうという設定となっている。キャッチコピーはゲームに嫉妬を覚えるなんてでゲームをプレイした感想であるすげーはハリソン・フォード自身が書道で書いたものである。撮影後のインタビューで直感的な操作感とグラフィックのクオリティ、そしてイマジネーション溢れる世界観に刺激的な体験をしたとコメントしている。 本作の発売を記念して日本でのアンチャーテッドシリーズの知名度を上げるために企画されたミニテレビ番組黄金刀と消えた戦乱の実際のゲーム画面を使ってテレビドラマ仕立てでゲームを紹介するもの本編中ではアンチャーテッドシリーズが好きな彼氏を演じる男性とゲームを普段はやらない彼女を演じる女性も登場する他人がプレイしている ゲーム画面を見るだけでも十分楽しめるアンチャーテッドの魅力を伝えることを目的としている。テレビ東京で10月3日から10月27日まで、毎週月曜日から木曜日まで、深夜0時53分から1時まで、計16回放送する。出演者は、彼氏役の明らこうと彼女役のくないカレン。7月29日から8月12日までの2週間。 本作の 3D 立体誌に対応したプロモーションビデオが国内9つの映画館で 3D 映画トランスフォーマーダークサイドムーンの上映前に公開された 3D 立体誌の魅力を伝えることを目的としている公式ホームページでは100人のアンチャーテッドファンのコメントが掲載されてあり外のゲームが苦手な方でも十分楽しめる 作品であることを伝えている。モンスターハンターシリーズの辻元良造や地獄の軍団の芝木星といった有名ゲームデザイナーの証言も掲載されている。本作の発売を記念してオリジナルデザインを施したワイヤレスコントローラとソフトをセットにしたオリジナルデュアルショック参道懇談も国内限定で発売されている。本作に関わった ピーターフィールドによると、開発の際にエレナを指定するコードで、エレナではなく、エリナと、スペルミスしてしまったという。しかし、コード内のすべてのエレナが同様にミスしていたため、問題なく動作したという。コーダーが、置換機能を使って修正しようと提案してきたが、それは拒否したらしい。ありがとうございます。